どうも、天心です。今回はね、シーズン18のランクのアップデート内容が発表されたので説明していきたいと思います。では、やっていきましょう。シーズン17のランクが結構えげつないことになってて、マスターの比率が今、残り20日ぐらいあるんですけど、20日間か。残り20日間あるんですけど、だいたいプレイヤー人口の 25% ぐらいが全員マスター上がっちゃってるっていうね、結構やばいことが始まってるんですけど、そちらで変更しないとってなった感じですね。変更しないとっていうか、なんかあれらしいですね。今回のランクってスプリットがなかったと思うんですけど、スプリットなかった理由が分析するためみたいな感じに書いてあったかな、確か。俺があれだよね。配信中に結構言ってたこと?多分さ、スプリットないのってさ、あれだよね。プレイヤーにテスターみたいになってもらって、で、なんかここやばいなとか、ハイドポジとか、そういったものを見つけるためにやってたんだろうね。みたいな感じだったんだけど、それがね、実は本当だったっていうことでびっくりしてます。ではね、やっていこうかな。まず、このラダーポイントが多く付与されすぎているっていうのをなんか変えないとってなったらしいんですけど、シーズン18ではね。確かに、人によってはマジで異常な量をもらえてると。で、俺とかは全くもらえてないんですけど、そうなんかね、例えばハイドの人だよね。ハイドの人の方がなぜか多くもらっちゃってるとか、そういったことがあったので、ここでなくなると。素晴らしいね。シーズン18ではランクマッチの調整と安定性の向上に注力します。一度立ち止まり、より細かく調整し、より競争の激しいランクシステムを用意するために必要な時間を取りたいと思います。おー、なるほど。まあ、ここら辺は別にでも、そこまで必要ではないのか。こっちかどっちかっていうと重要なのは、ラダーポイント、順位とボーナスの調整。アーセナルでは新しいルールセットとマッチメイキングに適応するプレイヤーのための学びの場となるはずでしたと。だけど、今回は不具合とか、ラダーポイントとかの獲得がね、たくさん、なんか想像してたより多くもらっちゃって、ちょっと変な感じになっちゃったって感じだね。なるほど。だからそれを、マッチ中に配布される LP の量を減らすことによって、プレイヤー分布を均等にしようと。だから難しくなるってことかな。どうなっちゃうんでしょうか。難しすぎてまともにできないとかってあれだけど、まあまあまあ。ボーナス。プレイヤーのランクがマッチメイキングレート、MMR 相当値を大幅に上回る場合、ボーナスシステムがボーナスを与えないようにします。ほう。大幅に上回る場合。ちょっとよくわかんねえな。一部のプレイヤーのランクは MMR と比較して膨張し、より早い段階でこのボーナスなし状態に達していました。極端な例ではランクが MMR より1ティア、2ティアと高く、ボーナス制限システムが他の全てのボーナスを上書きするようになっていました。ってことは、つまり、俺の戦績が低くて、ランクが思った以上に高いからっていうことか。これちょっとわかんねえな。ランクが MMR よりも1ティア高く。ランクってのが、もらえる LP のことで、つまり、俺の戦績より、その LP 量が多くなったっていう判定を受けてしまったために、不具合として、すごくポイントが入らなくなってしまったということなのだろうか。俺の戦績で言うと本来はそこまでポイントがもらえてはいけないっていう判定だったかもしれないね。なるほど。だから逆に言えばキルで30とかある人が撃破ボーナスをもらえることがあるっていうことなのかな。なんかよくわかんねえな。ボーナスが見られない一般のプレイヤーが再びボーナスをもらえるようになるには、上位に入りながら1試合につき複数の部隊を積極的に倒して MMR を上げないといけません。ソロランクやってて14キルぐらいとか20キルは言い過ぎか、16キルとかしてても、俺はボーナスがもらえない。これどういうことちょっとこれちょっとわかんないですね。プレイヤーの MMR に基づいたボーナス制限に影響されない最低限のボーナスを追加してくれると。ああ、でも最低限くれるのはありがたいな。うん、一切ボーナス入んないのはやばいからな。再びボーナスをもらえるのにな、上位に入りながら、1位取って16キルとかしててもらえないって、普通におかしいよな。どういうことでしょうね、これはね。謎ですね。あ、だから、舞台で38キルとかすると、あ、でもそれでも俺もらえなかったな。これ、どういうこと？ちょっとこれわかんないですね。うん。ランク分布、早速ですが、以下のようなグラフを見たことがあるかもしれません。マスタープレイヤーの増加は不具合と多すぎる LP 獲得の組み合わせによって、おー、すごいね。ここら辺はまあまあまあって感じなんだけど、なんかブワーンって、ここやばいね。ここが異常な量になってんね。こっちは大丈夫なんだな。3万ぐらいからは結構大丈夫なんだな。マスターの量がやばいんだね。2万4000か。2万4000の人めっちゃ多いんだな。確かにやばいな。ここら辺まではいい感じなんだけど。なるほどな。でもちょっとボーナスの入り方が変だな。これでも。うん。積極的に倒してって言ってたけど、もうこれめちゃくちゃ積極的だけどね。なんで16キルしてポイント入んないってどういうことって感じはするけど。で、俺の15万 LP ってのは、もっとキルしないといけないってことなのかな。ちょっとよくわかんないですね。あそこに到達するためには、もう俺の戦績は今の倍近くないといけないってことなんだろうか。とりあえずなんか不具合な気がするな、でも。ランク分布のズレに対処するために、マッチごとの LP 獲得量が減少します。なるほど。上に迫るプレイヤーの数が多い場合に対処するためには、ダイヤ以上にのみ適用されるルールを追加します。これらのランクティアのプレイヤーは敗北による影響や LP の損失が大きくなり、レートボーナスと敗北軽減が少なくなります。やめて。マジ？まあでもいいのか？でも味方が強ければ全然大丈夫なんだけど、より正確なマッチメイキングとよりクオリティの高いマッチが可能になるって書いてあるから、大丈夫なのかな？これでどうする？味方にゴールドの方とか来るようになってたら。いないんかーいってなるけどね。ゲーム終盤。複数の部隊が参加し、プレイヤーが命を大切にし、単なるデスマッチシミュレーターではなく勝利を狙うなど。よりエキサイティングなゲームの終盤を見ることができています。って言ってるけど、本当に？はあ。いやでも、俺のところは、俺のランクマッチだとあれですけどね。今、プレマスターやってますけど、もう第2収縮ぐらいかな。第2縮小ぐらいでもう、あと残り3部隊とかなってるけどね。大丈夫なんかな、あれは。鋭敏なプレイとは、よりマクロに焦点を当てたプレイのことで、全面的な攻撃よりも、リングのポジショニングを中心としたプレイを指しております。リングに入ってる人はいないね。リング閉鎖を待つプレイヤーの数が増えたためですが、プレイヤーが隠れて他のプレイヤーを避けることが主な原因。つまりこれはハイドのことかもしんないね。ちゃんとだからあれだね。移動してないプレイヤーっていうのは分かってるんだね。うん、そうだよね。書いてあるね。ここに書いてあるわ。ハイドのことが。だけど、戦闘を開始して隠れていては、楽しくプレイすることはできません。そうだね。もう本当にね、味方をね、ガン無視する最強プレイヤーがたくさんいますからね。今のシーズンは。だから、リングのタイミングを調節して、ゲーム中の接触を増やすと。で、リングダメージを調整して、リング内でのプレイを促す。いくつかのラッティング。これ、ラッティングってのはハイドのことですね。ネズミなんですけど、ラットってのが。あっちでは、ハイドのことをネズミ、ラットってらしいです。そう、だからね、ラッティング箇所を修正ですね。面白い。マッチメイキングにおける LP の大きすぎる影響。LP のせいで、味方がちょっとアンレマってことになっちゃったりするってことなのかな、これは。で、前回のランクにはなかったんですけど、書いてありますね。マッチメイキングについて詳細説明してくれるのは、これ初めてではないか？なんか、いろんな戦績とか、いろんなものから引いてますっていう、その、あやふやな答えはあったんですけど、こういった風に詳細を教えてくれるってのは珍しいな。ちょっと読んでいくか。これ結構一番気になってた部分ではあるんで、どういう風なマッチメイキングになってんのかなと思ってたから、一般的には MMR に基づいてマッチメイクして、一般的には MMR に基づいてマッチメイクしていますが、プレイヤーの MMR と同等のランクを上回った場合は、プレイヤーの MMR の代わりにランキングを使用していましたと。極端な例では、ゴールド MMR プレイヤーの LP ランキングがダイヤモンドの場合、このプレイヤーはダイヤモンドのロビーにマッチします。なるほど。だから、戦績が 0.02 とか、キルレが 0.02 っていうのは多分、あれはルーキーとして多分判断されるのかな。なんだけど、その方は、自分のランクを超えた時点で、そっちが優先されるから、マスターと戦うことになるのか。いやー、すごいな。それはやばいね。MMR でマッチングするんじゃなくって、LP の方でね、やるんですね。これは MMR と LP のランキングが連携して、プレイヤーの正確なランクに導くことができることを保証するためでしたって言ってるけど、そうだね。でも、ここで書いてあるわ。獲得 LP が大きすぎると。多すぎるように調整されていたために、そういった方々が、マスターランク、プレマス隊っていうものに来てしまったと。なるほど。だから、最高ランク、さっきも言ったけど、プレマス隊だよね。プレマス隊にもかかわらず、すんごい幅広いスキルのプレイヤーたちがマッチングしてたってことなんですね。だからか。これは、やばいね。だから、これは、俺がね、導くものみたいになっちゃったなってことですね。そう、もうね、ゼロダメージの方、来ちゃうのかわいそうだもんな、正直、プレマス隊に。超大変だと思う。敵がプレデターとかマスターとかがさ、来るのにさ、何していいかわかんないもんね、ゼロダメージの方は。やっぱもう注意だから下の方で戦ってもらって、少しこうやって戦うのかっていうのを覚えてから来るべき場所だからね、プレマス隊とかは。そう。ちょっとやっぱソロランクやってると、そういった方しかいないみたいなレベルだったんで、なるほどって感じはしますね。で、それのせいで、ある意味そのフルパプレデター3人とかで組んでる方々からすると、とても楽すぎて暇みたいな感じになっちゃってたと。だって相手打ち返してこないからさ、俺もフルパやってみて思ったのは、なんか、フルパのチームは、そのマッチメイキングから外れた戦いみたいになるんで、基本的には。だから、もう本当に全員打ち返してこなかったね。ソロランクでやってる時は相手がプレデターとかになるから、やりがいはあるよと。勝てないというか、勝てる時もあれば勝てない時もあるみたいな感じで結構楽しいんだけど、俺の味方からすると多分楽しくないのよ。俺が2800ダメージ、味方は50ダメージ、0ダメージ、多分その味方からすると何をしていいかわかんないから、多分面白くないのよ。っていう戦いになっちゃってたんで、多分相当強くないと今のね、マッチングは楽しいって思えるのはなかなか難しいし、強い人たちは基本的にフルパーを組むから、その方々も楽しくないみたいな。マッチングになっちゃってたと思うんで、今回のこのシーズン18の変更は結構良くなりそうですね。いいな。これはなんだ？新しいマッチメイキングアルゴリズムは全体的に競争力がある。マッチを作り。これいいですね。新しいやつは今みたいに、アンレマってなるんじゃなくって、総合的なやつでやるってことかな？マッチの激しさを理解するためにこれを使います。マッチが不公平な場合は、多くの部隊が外れ値の部隊によって撃破され、だからこれがあれですね。フルパですね、これ。この外れ値の部隊ってのは、スキルマッチっていう概念から外れた最強の部隊なんだけど、が、ボコボコにするだけのゲームになっちゃってると。それをなくすためって感じかな。いいじゃん。逆にだから、上に行けば行くほどそれが多くなっちゃってらっていう感じですね。書いてあるわ。このゲームプレイ。最初はだからすごく良かったなと思う。悪くなかったなと思うわ。だけど、だんだんね、みんながマスターっていうものになってきて、プレマスターに参加できるようになってきてしまった時から、公平なマッチが少なくなった。だから俺がよく言ってるやつだよね。開幕はめちゃくちゃ面白かったのよって言ってたん、俺。だけど、そのマッチングシステムが、MMR じゃなくて LP 参照だろこれって俺言ってたんだけど、まさしくそうだったんですよ。LP 参照でそんなんやったら地獄になるわみたいな。LP で参照しつつ中身の内部レート、MMR か。で、3勝してるから俺のところにキルで 0.02 とかの方が来るみたいなイメージだと思うんだけど、が多かったんだよ。で、マジ無理みたいな言ってたんだけど、まさしくそうだったってことだね。俺結構合ってんな。びっくり。こうなんじゃねえかって言ってたことが大体合ってますね。あと9時間。これは待機時間っていうか、準備時間というか、あれですね。準備完了と押した時に、もう今って、もう押した瞬間、ジャキーンって始まるんですけど、あれがおかしいらしい。あ、ほんとや。面白いね。さ、なぜかさ、シルバーぐらいがマッチングが遅くて、プラチナとかも。マスターが一番高いっていうね。これは9タイム、あ、でも待って、逆か。だからいいのか。いいんじゃないの？マスターに上がると、9時間が上がるらしいけど、それでもあまりにも早いってことなんかな。30秒ってやばいってこと？早すぎんのかな、それでも。まあ、確かに、シーズン7とかで俺やってた時は、2、3分かかってたから。で、長い時は10分とかかかってたから。まあ、10分とかかかってもね、マッチングシステムがちょっと終わってたから、あの時は。10分も待ったからいい感じのマッチになるだろうって思ったら、相手がそのプレデター世界1位、2位、3位、こっちの味方、ゴールド、俺マスター、味方プラチナみたいになってたから、まあ、あの時はちょっとマッチングシステム終わってたんだけど。なるほどね。マッチメイキング中はシステムと同じ MMR のプレイヤーを探そうとしてます。探してる時間が長いほどスキルが近しいプレイヤーたちとなりますと。だけど、永遠に待つのも面白くないために、完全に一致するプレイヤーがいなかった場合は、今度は違うランクとかから多分探してくるってことなのかな、これは。マッチメイキングシステムは検索対象に最も近い、だから限られた時間か。なるほど、なるほど。いねえってことじゃねえか、じゃん。なるほどね。だけど、現在それは、そのマッチングシステムは、高すぎると失敗してると。これらのプレイヤーのマッチが決まるの早すぎて、MMR の範囲が広すぎる不公平なマッチが生じています。分かってんじゃないですか。いや、これ運営さんよく分かってますね。不公平ですね。本当にね。で、その結果、そのようなプレイヤーたちは、容赦なくロビーを圧倒することになるのです。そうだよね。今のランク見てくれてるって人はわかると思うんだけど、今そんな感じだもんね。もうプレデターパーティーがさ、全員滅ぼすみたいな感じなゲームになっちゃってるもんね。で、それに対して俺がワンチャン返すか返さないかみたいなさ、俺と、なんかね、怪獣 VS 俺みたいになっちゃってるから、よくないね。マジで。それを俺が止めらんなかったら、その人たちは必ず1位を取るし、みたいな。で、逆に言えば、そのパーティーを俺らが倒すと、平和が保たれると。だから、そうなると、残り9部隊とか残るんだよ。そのパーティーがいるかいないかで、減りがやっぱ、もう極端に変わるんだよね。そのパーティーがいない時って、まあ、なかなかね、世界大会じゃないけど、大会みたいなマッチングになって面白いんだけど、そのパーティーがいるときは、俺が倒しに行かないとね、なんか、やばいマッチなんだよ。もう第2縮小ぐらいで、本当に2、3部隊とかになっちゃってて、で、もうそのパーティーをダッシュタワーでさ、敵を探し回ると。で、結構そういうパーティーって、もう負けないと思ってるから突っ込んでくるから、それを俺がカウンターで倒して、俺が1位取るみたいな謎のゲーム始まっちゃってるから、でもぶっちゃけ、プレデターたちは間違ってないんだよね。本来負けるはずがねえから。ダッシュタワーで突っ込んできても。だけど、俺が、ヒューズとかでね、マザーロードで囲んで倒したりとかするから、そこで、ってなるわけなんだけど、これはね、でも楽しみですね。容赦なくロビーを圧倒するってなくなるってことかな。書いてあるわ。この不具合の根本的な原因が判明したらしいよ。判明したらしい。すげえ。ほら書いてあるわ。他のランクは非常に安定しており。そうなんで、俺もね、なんかダイヤぐらいまでは面白かった結構。だけど、なんかマスター上がった瞬間地獄になったから、もう急に。マスター上がった瞬間っていうか、マスターに上がって、時間が経ったら地獄になった。だからみんながマスターに上がってきたって感じかな。下のグラフはゲームの MMR 幅を示し、現在の MMR プラス LP に基づいて近さを表示しております。全体的に見ると、最高ランク以外では値が一貫しております。どうなってんだよ、これ。ここまではいいけど、これなんだよ、これ。ここが多分プレマス隊ってことだよね。そう、これがプレマス隊。多分ここら辺がダイヤとかかな。ダイヤとかプラチナとか他のやつで。ここくそおもろいな。なんだこれ。もうおかしくなっちゃってんじゃん。ここまで幅があるとは思ってなかったんだろうな。うん、ここめっちゃおもろいな。めちゃめちゃ幅あるやん。いや、でもこれ楽しみですね。こうやって、分かってくれてはいるのはね、面白いですね。なるほど。こんだけ差があるってことだね。恐ろしいね。書いてあるわ。スキルの幅って書いてあるね。シーズン18とその先へ、チームはアーセナルのデータを掘り下げ、終わりっぽいな。ランクシステムをさらに改良することに懸命に取り組んでいます。ここまで読んでいただき、ありがとうございます。基地の不具合に対処し、ランクシステムをさらに改良することに懸命に取り組んでおります。ここまで読んでいただきありがとうございます。ってことらしいんですけど、いや、これ楽しみですね。見た感じはだから、シーズン18でかなり変わるんじゃないかなーって書いてありますね。競争力のあるやりがいのある街を実現しようみたいな感じで書いてありますね。リングのタイミングとかも調整すると、リング内でのアクションとかも増やすと。っていうことで、いや、これどうなんだろう。そのランクでめちゃくちゃ楽しくなるかなー。まあでも、なんか、これ見える感じだと、ここが修正されて一貫性を保てるようになったら、まあ、そのランクも悪くなくなるのかなとも思う。どうなるかは、ちょっと運営さん次第ということで、わからないんですけど、楽しみです。ということで終わりたいと思います。今回ね、ランクマッチの修正、シーズン18どうなるかっていうのを解説させていただきました。では、見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知をオンにしていただけると嬉しいです。Twitchでね、毎日配信していますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃ、またねー。